こんにちは、こんばんは、今回も始まりました、オカピードットチャンネルボリューム9、今回はちょっと久々になってしまったんですけれども、そうですね、世の中的には平成が終わって令和が始まったり、超大型ゴールデンウィーク10連休があったりなど、いろいろ激動な時期でしたが、僕的にもそうですね、もちろん全く無関係ではなくて、そうですね、そう、世の中10連休ということで、10連休できてる人ってのはほとんど世の中的にはいないんじゃないかなって思うんですけれども、まあ僕ももちろん10連休とかできなかったんですけれども、まあ割とでも休めたかなって思ってまして、そうですね、10日間のうち飛び石で連休して1日出勤して連休して1日出勤してみたいな感じで、そうですね、半分ぐらいは休めてるかもしれないですね。はい。というわけで、令和一発目の、YouTube オカピードットチャンネルなんですけれども、本日の曲は、この曲にしました。はい、かかってきたかと思うんですけれども、この曲は灰色の空の下でという曲です。この曲は、そうですね、このカルチベートマイフィールド、名刺代わりの一枚、カルチベートマイフィールドの、このまあ、絶対読めないと思いますけど、12曲目、こんなに近くにしたら光って見えないのかな、12曲入りアルバムの12曲目に入る、なんとアルバムの鳥を飾る曲でして、僕の中でやっぱアルバムの、そうですね、1曲目、あ、前にもなんか説明したんですけど、1曲目とやっぱ最後の曲は特に、自分の中で重要な意味のある曲というか位置づけの曲で、特に本当最後の曲はアルバム、まあみんな結構そういう傾向にあると思うんですけれども、他のいろんなミュージシャンさんとかもね、最後の曲っていうのはやっぱりそのアルバムの締めくくる曲なので、主題の曲っていうんですかね、一番自分が大事にしてる曲とか、そのアルバムの中で大事にしてる曲、重要な曲みたいなのがやっぱり来ることが多いと思うんですけれども、まあそんな中でこのカルチベートマイフィールドの最後の曲として入っている灰色の空の下でという曲が、今日ので、本当はこの曲は僕、あ、ライナーノーツにもちょっと書いてるんですけど、僕はこの曲を、この曲と出会うために作曲をしてきたんだと思いますみたいなことが書いてあるんですけど、じゃあこの曲を作った時点でもう作曲とかね、作詞作曲とかやめてもいいのかみたいなところでもあるんですけど、まあ実際ね、曲最近作ってないんでねまあそういう状況になりつつはあるんですけれども、まあでも本当それぐらい自分の中では大切な曲でして、まあメロディー的にも、詞的にも、なんか相当思い出はありまして、そう、特にメロディーですかね、メロディーは本当に出来上がった時に、わあこれはもう超いい曲だって思いまして、詞はまあそうですね、まあ結構この曲も大昔に作った、もう30年ぐらい前に作ってる曲なんで、
まだね、だから僕が二十代前半の頃の曲なんでね。まあやっぱ詩的にはまあちょっとあんまり重きを置いてないっていうか、まあ重きを置いてない中でも、まあちょっと一生懸命詩も頑張って書いていこうっていう感じで書いてた詩ではあるので、まあ当時の僕としてはまあやっぱりね、どっちも頑張った曲ですかね、詩も曲も、はい、メロディーも、はい。で、まあこのカルチベートマイフィールドに入っているバージョンの他にも、本当はウェルカムトゥワンダーランドっていうアルバムカセットの中の最後の曲でもあるんですけれども、その時は全部パソコンとかまだない時代だったんで、手弾きバージョンっていうんですか、もうあのギターとかドラムマシン以外は全部手弾きで弾いたバージョンの灰色の空の下、灰色の空の下でを撮ってたんですけど、入ってるんですけれども、それをカルチベイトマイフィールドはアレンジし直しまして、いわゆる今のスタイルでパソコン中心とした、スタイルでまたアレンジし直して撮り直した一曲です。本当は10回記念の曲として、本当はこの灰色の空の下でをやりたいなって思ってたんですけど、それが本当は2曲撮ったんですけれども、この間歌をその9曲目の曲をなんかちょっと撮ったんですけど、いまいちだなということで、また今回はそれを見送りまして、撮り直す、また後日に撮り直すということにして、なので10曲目用で用意してたこの灰色の空の下でが9曲目に繰り上がったというだからそうなんです、10曲記念とか10回目記念とか言ってもね、あんまり大した記念じゃないっていうかね、まだまだ通過点ですのでね、頑張りたいなと思っておりますので、その辺も含めて、じゃあいつものように、はい、アコースティックバージョンを聞いてください。子供の頃に描いた夢も汚れすぎた世の中に壊されて、素直なままに感じた当たり前がいつの間にかに汚されて変わってく。人に流され愛に傷ついて、本当の自分の思い見失って、正しいことが全ての正義じゃないと思い知らされ、打ちのめされた。もうただ素直に生きたいだけさ、ありのまま感じてた全ての中で、もっと優しさ大切にしたい。出会う中で求め合い、頼り合い、信じることが最も大切な答えだと今までずっと思ってた。明日に
える日々を心清らかなまま生きるには険しすぎるよこの場所は灰色の空見上げても全てが間違っているこんなバカな世の中生きるには夢見ることが大切さ自分の思い貫くため